はい、どうも秘密結社フーガム総帥ハッチでございます。今回はフーガムスポーツ第327回ということでゆりかもめ賞、今日のですね東京芝 2400m 9レースで行われる3歳1勝クラスの特別戦についてね予想をしていきたいと思っております。このレース、東京の芝2400で行われる初めての特別戦、初めての未勝利戦は先週行われたんですけどね、さすがにこの時期の未勝利だとダービーには多分間に合わないので、ここで2勝目を挙げて、トライアル弥生賞だったり青葉賞だったりね、どっちにしろ使えると、間の重賞だなりなんなりでもいいんですけども、そういった条件で考えると、ダービー候補と言える最後のチャンスかなということでですね、期待をしてチェックしていきたいと思います。そんなわけでね、今回の、本命は8番里のシャドウにしたんですけれども、これはね実際のところで言うとね、あの僕の POG 指名はドラフト1位で示しちゃった馬でね、それで言えば、むしろ俺の場合勝ってこれないと困るからこれ軸にしたけどみたいなところは多分にあります。ロードカナロア3区なんでね、あれですが、三好タチン配列 CT なら芝2400は持つと、逆に初めての2400手探りというような感じでスローペースのレースになってくれれば十分、逆にチャンスがあるという状況になるんじゃないかなと、そしてそういう気象のロードカナロア3区だったら、本番も持つんじゃないかなみたいなところも踏まえて、ダービー候補だと信じたいなっていうね、信じてましたみたいな感じで、去年から信じてたみたいな感じで狙ってみたいなということになってしまいます。なのでね、普通に評価すれば紐の1点でもいいかもしれないですね。そして、3番ノーレディスト、前走ね、中山芝2000の持ち時計が1分59秒5って考えたら早いんですけど、それで7着に負けてますし、時計が早すぎる決着は苦手なのかなというところになってしまいますが、一応ね、持ち時計タイム指数的な形で言えばこの馬が1番手ということにはなります。ただし負けたレースでということにはなってしまうんでね、言うてそれで負けたじゃんというところと、ノーザンファームが育成しているブラックタイド3区の1番の期待馬みたいなね、あの前評判って考えると、紐には拾っておかなきゃいけないかなということにしておきたいと思います。そして、4番萩野エスペラント、7番人気ですけどね、人気薄の絆3区毎回ね痛い目に遭わされてきてるんで、これは拾っておかなきゃいけないなと、全部一生クラスの馬なんでね、ここらで絆3区の瞬発力とか出されるとすれば、こういう芝2400とかで、もちろん今後は特殊ってほどじゃなくなっていくんですけど、3歳のこの時期の芝2400は初めてですから、ある意味特殊な条件、そういうところだからこそ絆の瞬発力とかね、その辺が生きてきてしまうということを考えると紐に拾っておきたいと思います。そしてここからはルーラーシップ3区ですね。バリアーモ、距離延長で狙えそうなね、いい血統で、2番人気ということで狙ってみたいと思います。そしてあと1頭が7番アルサトワ、この馬がもうね、ルーラーシップ3区で距離延長いいんじゃないかなっていうのも1点あるんですけど、持ち時計タイム指数的な比較で考えると、負けた時の、いい時計一応持っているみたいなことで言えばローレリストとかね入ってくるんですけども、勝った時の指数の1番手、未勝利新馬勝ちの指数の1番手は実はアルサトワなんで、一応僕の基本的な馬券術としては本当はこっち軸でもいいかなと、血統的な評価、そして事前評価みたいなところで言えば、競り購買価格、ノーザンファームの育成、その他もろもろで、里のシャロームの前評判、本当これが一番高い馬でしょみたいな、前評判高かったはずの馬で、この人気順が信じられないみたいな感じでね、僕は一応 POG の関係でここを1着固定の3連単で買いますけども、推奨馬券としてはアルサトワ軸の3連複の6点っていうのがね、皆さんには冷静に考えたらおすすめするならそっちかもしれないなみたいなところと、一応出している馬券としてはこれなんで、3連複でこれで当たってたら的中マークはつけちゃうかなというようなところでね、皆さん、アルサトワこれが一応紐の中では僕の評価の一番高い馬ということでね、曖昧な表現で言えばそんな感じで狙ってみたいと思っております。そんな感じで今週も当てていきたいと思います。以上ハッチでした。